秩父夜祭りは秩父神社の例祭であり、毎年12月1日から6日に埼玉県秩父市で行われる。12月2日が宵宮、12月3日が大祭りであり、提灯で飾り付けられた出汁の引き回しや、冬の花火大会で全国的に知られている。祭りは漢分年間から続くとされ、300年以上の歴史がある。 日本屈指の極めて豪華な祭りであり、一連の行事が国の重要無形民族文化財に指定されている。大祭の12月3日の午後6時半頃に、秩父神社から1キロメートルほど離れたお旅所に向けて、ご信仰行列が出発し、6台の傘箱、屋台がそれに続く。お旅所下の急坂、団子坂を最大20トンの傘箱、屋台が、 多くの引き出によって引き上げられる頃に祭りは最高潮を迎える。秩父夜祭りは、京都の祇園祭り、飛騨の鉱山祭と並んで、日本三大美祭を呼び、日本三大引山祭りの一つに数えられる。秩父夜祭りのかさぼこ、屋台は、釘を一本も使わずに組み立てられる。金色の飾り具や、極祭式の彫刻、五幕の金紙の刺繍で装飾された、かぼこ。 屋台は、動く、陽明門と言われるほど豪華絢爛で、国の重要有形民族文化財に指定されている。同一の祭礼について、国の重要有形民族文化財及び、重要無形民族文化財の両方に指定されている、ものは、日本全国に五礼しかなく、秩父与祭りはそのうちの一つであり、歴史的、文化的に非常に価値の高い祭りである。 2000年5月5日には、埼玉新聞社の21世紀に残したい埼玉ふるさと自慢100選に選出された。2016年12月1日、エチオピアで開かれた国際連合教育科学文化機関の政府官委員会で、日本の山、保護、屋台行事のユネスコ無形文化遺産への登録が決定した。これにより、秩父祭りの屋台行事と、 カグラがユネスコ無形文化遺産へ正式に登録された。2020年、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出汁の引き回し、花火の打ち上げなどの主要行事について中止が決定。1988年の昭和天皇のご病気以来、32年ぶりの中止となった。12月2日の宵宮は、諏訪渡り神事のみ規模を縮小して実施。 3日の大祭は、秩父神社本殿での祭典と御神幸祭のみ希望を縮小して実施。御神幸祭は、おみこしが出ず、コースは、バンバ通りを往復する形に短縮された。2021年、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出汁の引き回し、花火の打ち上げなどの主要行事について、2年連続で、中止が決定。かさぼこ、屋台は、 1962年に重要有形民族文化財に指定されている。また、霊体祭の付け祭りに公開されるかさぼこや屋台の栄光と栄光のための秩父屋台林、屋台上の秩父歌舞伎や絵踊り等の一連の行事が1979年に秩父祭りの屋台行事と神楽として重要無形民族文化財に指定されている。二日は宵宮で、 五神目奉納の儀、かぐら武装、屋台引き回しなどがある。この日は笠さぼこ、屋台の内屋台4台が運行され、秩父神社への宮参りや、夜にかけて、本町、中町、上町通りの引き回しが行われる。また、夜には、万馬町諏訪渡り神事のほか、三日に比べると規模が、小さいものの花火の打ち上げも行われる。三日は、大祭りであり、 日中に五神目具網で、かぐら武装、霊大祭祭典、笠ぼこ、屋台引き回しなどがある。笠ぼこ、屋台は、本町、中町、上町通りを引き回される。また、笠ぼこ二台の秩父神社への宮参りも行われる。屋台四台のうち一台では、屋台芝居が上演される。それぞれの屋台は、左右に張り出し舞台をつけられるように設計されており、 年ごとの当番制で屋台芝居の舞台となる。3日夜は、新港祭となり、午後6時半ごろにご神行行列が、秩父神社を出発する。先頭は、先導大間大阪城、猿田彦、実月万刀、学人、近畿、お手箱、立箱の列である。次に、宇治子町会の供物高張城鎮の長い列が続く。その後ろに御、ご神戦 大ヌさ、そして御霊が移された御子、宮寺、大壮大、二頭の新目が続く。かさぼこ、屋台行列はご進行行列の後であり、秩父神社を午後7時頃から順次出発する。お旅所への到着は、ご進行行列が午後8時頃、かさぼこ、屋台行列は、その後、午後10時頃にかけてである。 御旅所の手前に団子坂があり、かさぼこ、屋台がそれぞれ一気に引き上げられる。同時に、演歌協会による、放納花火や、観光協会主催の花火の打ち上げも行われ、団子坂の引き上げや、御旅所に整列する頃が、祭りの最高潮となる。かさぼこ、屋台の整列が終わると、御旅所最上祭が、おごそかに行われる。最上祭終了後、 4日午前0時頃から、団子坂の引き下ろしが行われ、笠箱屋台は収蔵庫へ向けて帰還する。また、ご信仰行列が、おたびを出発し、秩父神社に観光する。笠箱屋台の通過経路には、経路最大の見どころである、団子坂に通じている、道路上に、秩父鉄道秩父本線の踏切がある。 これは、お花畑駅構内の身くち方の踏切で、車窓から団子坂を望むことができる。この踏切は、ご信仰の神事を行うため、かさぼこ、屋台の通過の支障となる河川を一時的に取り外すことが可能な構造になっている。3日大祭の19時から22時前後にかけて、同線の秩父影森間は運休となり、霊体再当日は、 秩父鉄道秩父本線並びに、西武鉄道池袋線、西武秩父線では、ダイヤが大幅に変更され、列車も増発される。また、終了が深夜になるため、最終電車も大幅に繰り下げられる。かさぼこ、屋台が引き回される道にある、道路標識や信号機は、すべて折りたためる構造となっている。秩父地方は、両政国が整備される前の時代。 秩父国が置かれた地域である。主神天皇の時代に秩父彦命が初代秩父国像に任じられている。秩父神社は秩父彦命が祖神である八意主権命を祀ったことに始まるとされている。また秩父彦命は養蚕と旗織りを享受したと伝えられる。 両政国として武蔵国が成立した後も、708年に武蔵国秩父軍から和道が献上されたことを記念して、和道会元や和道会鎮の鋳造が行われるなど、古くから朝廷と結びつきがあり、交易が行われていた地域である。秩父神社は、中世になると秩父市の祖先である平良文により、妙見菩薩が合祀され、 妙見宮秩父神社となったと伝えられる。江戸時代には秩父大宮妙見宮として日本百観音の秩父34箇所と共に栄えた。現在でも新高祭の祭礼の中などに古くからの秩父神社霊体祭の形態が残っているとされる。霊体祭の付け祭りとして笠こ屋台が惹かれ始めるようになったのは約300年前の漢文年間の頃と 伝えられている。かつて、秩父夜祭りは、下月大祭との呼び名があった。これは下月である旧暦11月3日に行われていたことによる。明治初期の太陽暦採用により、新暦の12月3日に移行した。また、おかいこ祭りとも呼ばれた。秩父地方は、桑の生育に適した土地であったため、田畑の他に、現金収入となる養蚕。 絹織が盛んであった。江戸時代には絹の生産量が増大し、秩父絹として江戸をはじめ広く知られるようになった。各地に取引のための絹氏が開かれ、大宮里では1.6の1尾の六祭詩が行われている。特に秩父神社の下月大祭では絹大市も行われた。その詩に遠方から来る人々を楽しませるために始められたものが、 笠ぼこ、屋台などの、つけ祭りだとされる。秩父神社の霊祭は、秩父国に、秩父美子が大御神を祀ったとされる時代か、それ以前から、神奈美山である、武功山への信仰として行われてきたものが起源では、ないかと言われる。真夜中に神社と武功山の間にある御旅所で神事を、取り行うというのが、最大の特徴である。秩父神社は、 地理的に見ても神奈美山である、武庫山から見て、北面に位置し、秩父神社の本殿は、再建前も現在も真北を向いているとされ、北進信仰の影響があるのは明白である。北進信仰がいつ頃から行われてきたのかは、定かではないが、明剣菩薩集合以前からの信仰と指摘する人も、いる。秩父夜祭りは、お田植え祭りで、 秩父市中町の秩父今宮神社の境内にある、武功山から湧き出た水を、その年の収穫を祝うと同時に、武功山に返す祭りとも伝えられている。また、最も知れ渡っている有名な伝説は、武功山の小神と秩父神社の女神が年に一度の、大瀬を楽しむというものである。小神には、精祭がいて、進行路の途中にある万馬町諏訪神社の矢坂、 ガタり命であるとされる。二日に行われる、バンバ諏訪渡りは、年に一度の大勢を楽しむ許可を求める祭礼だと言われている。また、御神高祭の時には、諏訪神社の前を通過する、祭、各町会の出しは、精祭の女神を怒らせないように例外的に、屋台林の演奏を止め数メートル進む。この風習も、諏訪渡りと呼ばれている。御神高祭では、 おたうえ祭りで使用した縄の部屋火に、大阪木を建てたものを供物として運ぶ。おたび所では亀石に神社の閉塞を建て神事を行う。12月1日から6日の間に、下記の行事が取り行われる。秩父夜祭りは、御本殿不城の儀から始まり、霊大祭関水報告祭で終わる、秩父夜祭りの事前準備から、 片付けまでの主な関連行事は、下記の通りである秩父の人々は、年間を通じて、秩父夜祭りの準備や練習に取り組んでおり、祭りが、地域において、世代を超えた多くの人々の間の対話と交流を、促進し、コミュニティを結びつける重要な役割を果たしていると、ユネスコ無形文化遺産推薦理由の一つに、記載されている。横瀬町にある富武新鮮殿において、 新鮮伝前に祭壇を設け、宮寺の奉仕のもと、奉作を願って祈願祭を取り行い、その後に手作業で苗が植えられる。秋には収穫が行われ、新鮮米として秩父神社礼祭にお供えされる秩父神社に屋台町と円歌町の代表者が一堂に会し、当日の各関係者の取り組み等について連絡、協議を行う。 夜祭りの1から2週間ぐらい前から出しを持つ各町会で、ならしと呼ばれる太鼓の練習を行う。太鼓の皮をならし、叩き手の腕、身体をならすことから、ならしと呼ばれている。収蔵庫からそり木車輪、柱、彫刻などを運び出し各部を点検し、車軸に車輪をはめ、土台ができてから、柱を組み込み、彫り物や装飾を朝日も朝縄を使い、 釘などは一切使用せずに組み立てられる。組み立てには1から2日かかる。出汁の組み立てと同時に対抗太鼓部屋に設置する作業が行われる観光協会、花火業者、秩父消防本部職員、市役所職員により4日早朝に羊山公園で前日行われた花火の殻拾いを行う組み立てとは逆の順で各部材を取り外していき、 収蔵庫に格納し次の祭りまで約一年、保管される、屋台中近下郷笠箱秩父地方の出汁は大きく、笠箱屋台という二つの形式に分類される。笠箱は、祇園祭りの山ぼこのような穂に、酒屋やテント、黒大、万道多層の花傘をつけているのが、他の地方の出汁との大きな違いである。中近下郷とも、 屋台かさぼこという形式で、屋台同様の屋形の上にかさぼこを取り付けているが、栄光する際の電線の都合で現在では、屋形のみで引かれている。屋台は、古くから屋形を持ち張り出し舞台を取り付けられ、屋台歌舞伎を上演する目的のものと、かさぼこが、近代に電線などの都合上で屋台に改造されたものに分類される。 秩父夜祭りでの屋台はすべて屋台歌舞伎を上演する目的で水引幕、五幕を持ち、張り出し舞台を取り付けることができる。以下の一覧は新交際の順である。中村町、近戸町の二町会が管理する笠さぼこ。ご新交際の際に最初に栄光する。秩父夜祭りの中では一番古い歴史を持つ出しで、初代は屋台、二代目は笠さぼこであった。 現在の屋台かさぼこ形式ものは三代目である。下郷地区、金室町、長田町、柳田町、阿保町、大畑町、滝の上町の六町会が所有する出し。以前は桜木町も含み下郷七村と言われた。行をつけると高さ約16メートルになり、関東地区では最大の出しである。現在のものは電線の効果によって、 屋形をつけたもので三代目の傘鉾である。屋形をつける際に、傘鉾の部品も散逸してしまい、傘鉾の部分も含めほぼ心臓建築に近い。白木造りの屋形が特徴であるが、本来は、種塗りの屋形になるはずであった。テント、波形石材、万堂に三層の花傘を持ち、総重量は二十トンとも言われている。他の出しと比べて、漆塗りや彩色をしていないが、 二段宮根等で、組木が多い、宮地地区の屋台。この地域は、秩父神社に集合される前の妙見宮があった、ところとされでそのために、宮所のと呼ばれる。秩父夜祭りの屋台の中では、最古の歴史を持ち、かつ、上り降乱がないなど最も古い原型をしている。御神幸祭の際には三番目に栄光される出しで、 そのため、他町会の屋台と違い絵踊りでは必ず三番僧が上演される。妙見七つ井戸の伝説に従い、屋台層から三日の神社への見入りまでに七回、絵踊りを行う風習があるなど妙見菩薩に最も縁が深い出しである。四台の屋台の中で一番大きな屋根を持つ。後ろ幕は恋の滝登り。運行組織は育見と呼ばれ。 屋台町会の中での屋台のすれ違いは見物である。4台の屋台の中で最も大きな屋台。屋根の鬼タは大きく美しい。下方は中町屋台保存会青年部が運行している。6町会の中で唯一、エビスの幕、タイの幕の2枚の5幕を持ち、12月2日、3日と違う5幕を見ることができるのもこの町会の特徴である。 最近は二日、三日両日ともタイの語膜をつけているは、平成最後なので、エビスの語膜をつけていた。本町地区の所有する屋台。語膜が、子供の玩具でその中にあるダルマが、特徴的であり運行組織は、ダルマ会と呼ばれる。明治、大正時代までは二重降乱を持つ屋台であったが、点灯事故後今の降乱になる。出汁の最前部に乗り、扇子片手に、 宝来と連呼して引き出を生やし立てる。お祭り期間中は、神として扱われる、中国の思想で、不老不死の千人の住む海に浮かぶ、蓬来山を目指すための、蓬来が変化したものと伝えられる。町会によっては、林序盤義舵取りとも呼ばれる出車から出た綱を引く。各町会の出車は、百人を越す引き出で引かれる。標識を打ち鳴らし、屋台や傘コを先導する。 出汁の土台前方にぴったりとついて、出汁の方向調整を行う。出汁の土台周りについて、出汁の方向調整を行う。出汁の方向転換時には、手こぼうを操り、出汁を回転させる大工が担当し、出汁の屋根に乗り、進行方向の指示、障害物の除去等を行っている。出汁の組み立ての総責任者で、出汁の設計図が頭に入っている後ろ幕の中で、 秩父屋台林を演奏する、提灯ぼんぼりのろうそくの管理を行う、出し回りの警備を行う屋台、かさぼこの絵工事に演奏される、秩父屋台林は、通常、大太鼓1、小太鼓3から4、金1、笛1で構成される。かさぼこの場合、床下に大太鼓が吊り込まれ、その後方に小太鼓が立って一列に並べられる。一方、屋台では、 舞台広報の楽屋内に太鼓が設置される。屋台林の演奏のために出汁に20人前後が乗り込んで交代で演奏を行っている。かさぼこ、屋台が前進している時は大太鼓が打ち鳴らされ、かさぼこ、屋台の方向転換の時には小太鼓好みで玉入れという特殊な演奏を行う。出汁が団子坂を引き上げられる際には大太鼓が大波という連打を行う。 秩父屋台林の演奏は、かさぼこでは、床下の腰幕に囲まれた部屋の中で、屋台では、舞台広報の襖とご幕で囲まれた部屋の中で、行われているため、直接見ることはできない。秩父夜祭りで演じられる歌舞伎は、江戸歌舞伎であり、宮所の本町、上町は、秩父歌舞伎昭和会が担当し、中町は、津谷木歌舞伎が担当している。昔は、 屋台四台で競って演じていたが、今では、年ごとの当番制になっている。栄光寺に踊られる、引き踊りを呼び、屋台本体の左右に、張り出し舞台を加え、芸座、仮芸座や、花道などが設けられ、演じられる、屋台歌舞伎は大変貴重である。秩父神社に伝わる神楽は、熊代神楽とも呼ばれ、国の重要無形民族文化財に指定されている。 かつては75座から成り立っていたが35座にまとめられ演劇的な表現の多いのが特徴で江戸かぐらと異なる構成と芸当を示すものである。秩父公園にあるお旅所は秩父神社大祭の新興祭が行われる祭りの中で最も重要な場所であり、国の重要有形民族文化財に指定されている6基の笠鉾屋台が引き揃えられる。 御旅所の入り口には急勾配の団子坂がある。御旅所には、亀の小石と呼ばれている、妙見菩薩を表す石が置かれており、ここで、秩父神社の妙見菩薩と、武功山に住む竜人が年に一度、12月3日に、合引きをすると言われている。祭り前には、秩父公園内に、佐治記石が設置される。1947年12月3日、 祭りの終了後に見物に来ていた軍衆が、お花畑駅方面に、殺到、6人が圧死する惨事となった。これを機に、警察の雑踏警備が厳重になり、大きな事故は起こっていない。秩父夜祭りの人出は、開催曜日によって大きな差があり、週末に当たると20万人を超す人出となる。このため、経済効果を念頭に置いて、 週末開催や曜日固定を求める声がたびたび出ている。日付固定で祭りに参加する市民も仕事を休んで祭りに参加することも難しくなってきている。そのため2004年に秩父夜祭りの日程を週末に変更する委員会の設置が検討されたが秩父神社が神事と切り離せないものであり別の日に譲ることはできないと反対し 実現することなく終わった。過去に複数回、12月3日に雨、または、雪が降った年があり、文化財保護と安全性の観点から、行事の一部が変更になった。1998年には、雨によりすべての出汁の団子坂へ上げが中止となり、2009年には、雨によりかさぼこ2基の団子坂へ上げが中止となった。武蔵国では、大国魂神社に、 国内の著名な六社の神が誕生され、武蔵総者六所宮と呼ばれた。この大国魂神社の霊大祭、暗闇祭りは、秩父夜祭りと同様、夜間に、お旅所に渡御する形態をとっている。ありがとうございます。